岩国市営三河バスとは、山口県岩国市で、岩国市三河総合支所が運行していた自治体バスであり、岩国市営バス三河とも称される。自家用自動車による有償旅客運送の形態をとっている。三河町営バス当時の車両運営主体及びその所在地は、岩国市岩国市三河総合支所地域振興課である。 廃止された JR バス中国岸駅線の代替、等を目的とする一路線と、生活維持路線としてのコミュニティバス路線二路線がある。当バスには全路線が運休となる日がある。主に、旧三河町内の国道187号と、山口県道5号周東三河線を用いて運行する。国道187号上の運行経路は、 廃止された JR バス岸駅線の本線区間の通っていた経路とほぼ同じである。西木川鉄道西木川清流線に乗り換え可能な当バスの停留所は西木川を挟む形でも以下のものが存在する。なお、上記の運行路線には区間便が設定されており、すべての経路を網羅する運行便がいつも存在していることを示しているわけではない。谷奥の住民の通院と。 最低限の生活維持を目的としていると思われるコミュニティバス路線が存在する。ただし、運行対象となっている現場のバス停留所にのみ、発車予定時刻と行き先の表示がある。地元住民からは、健康号の愛称で親しまれている。運賃は、どの区間で乗降しても100円である。日野自動車車体制の自家用自動車ナンバーの車両が使用されている。 この車両の左前輪の後ろ位置の車体へは自家用表示がある。塗装は紫色と白色を基調にし、ロゴなどを添えてある。岩国市生活交通バス条例の制定不足に三河町 A バスの運行根拠となっていた三河町 A バス運行事業に関する条例を廃止する旨の記述あり。AB 岩国市。暮らしのガイドブック。岩国市ホームページ。 岩国市。ピアニッシ五 51P2007 年4月8日閲覧。当バスの所管と路線図を記載岩国市三河総合支所。三河地域町の催し、お知らせ。岩国市ホームページ。岩国市。2007年4月8日閲覧。AB 岩国市。岩国市生活交通バス条例。岩国市歴期集。岩国市。 2010年6月11日閲覧。ABC2007 年3月27日に、西木川西流線根笠駅及び川山駅に、直接出向いて、バス名称を含む時刻表掲示の存在を合わせて、確認。詳細はノートを参照。AB 岩国市三河総合支所。岩国市 A 三河バス運行時刻表。岩国市ホームページ。岩国市。 2007年4月8日閲覧。2007年3月27日に西木川清流線へ乗車し、車内にバス名称を含む時刻表掲示の存在を合わせて確認。詳細はノートを参照。道路や地名等の確認のために補助情報として用いたサイト。ありがとうございます。